今回も紹介いたします。画質が、ごめんなさい、あんまりいいのがなくて。CBECC という名称は、名前とは言い難いですね。タイガーモスと違い、目立った活躍はありません。性別不明、製造年不明。わからないことが多いです。登場回は今映ってるテキストの回で全部です。本編では第1シリーズのみの登場で、ドライオー飛行場でのみ見られます。モデル機はあります。クラシックシリーズ時代のアートディレクター、ロバート・ゴールド・ガリアーズさんの自家用飛行機です。詳しいことはわかりません。CBECC という名称があることは、この画像でわかります。黒い文字で書かれています。なお、年間にはこちらの似た飛行機が登場しています。これは、まあ、CBECC なのかな？でも2機いるのが不自然です。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。